今回はペンチと宝山製の VVF ケーブルストリッパーを使って新鮮の輪っか作りをしてみます。ペンチとストリッパーどちらでも輪っかを作ることは可能ですが、新鮮を輪の形にしてから結線する器具は慣れていないと作業に時間がかかるため、繰り返しの練習をお勧めします。実際にランプレセクタブルと露出型コンセントに結線もしていきます。はい、それではやっていきましょう。まずはペンチで露出型コンセント用に輪っかを作り結線します。外側のビニールシースを50ミリ剥ぎ取り、絶縁被覆を40ミリ剥ぎ取ります。剥ぎ取りましたら絶縁被覆から2ミリ程度のところをペンチで挟み直角に曲げます。さらにペンチからはみ出した線を直角に曲げ、先端を2ミリほど残して切断します。新線の先端をつかみそのまま約90度ひねれば出来上がりです。もう片方も同じように先端をつかみそのままひねれば出来上がりです。それでは露出型コンセントへつなげてみます。必ず W もしくは N マーク側に白線をつなぎます。新線の輪っかは必ずネジを巻く方向、右巻きになるようにしてください。続いてランプレセクタブル用の輪っかを作ってみます。コンセントとの違いは絶縁被覆の剥ぎ取りが40ミリなのか30ミリなのかの違いだけで、やり方は同じです。ペンチからはみ出した線をさらに直角に曲げ、先端を2ミリほど残して切断します。新線の先端をつかみそのままひねれば出来上がりです。では器具への接続をします。必ず WN の表記側か電球のネジ切りがしてある受け金側に白線をつなぎます。必ず輪っかがネジを巻く方向、右巻きになるように接続します。
はい、ではこちらの宝山製ケーブルストリッパーで輪っか作りをしていきます。ストリッパーでランプレセプタプル用に輪っか作りをする場合はビニールシースを 40mm、 絶縁皮膚を 20mm 剥ぎ取ります。こちらもペンチと同様に芯線から 2mm 程度のところを挟み直角に曲げます。芯線の先端を挟み回して完了です。では最後に露出型コンセント用にストリッパーを使って輪っかを作っていきます。露出型コンセントの場合はビニールシースを 30mm、 絶縁皮膚を 20mm 剥ぎ取ります。2mm 程度のところを挟み直角に曲げ、芯線の先端をつかみ回して完了です。今回の動画は以上となります。いいなと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。